東京都立山崎高等学校は東京都町田市、山崎町にある都立高等学校。通称は山高。町田市内に存在する七つの都立高校のうちの一つであり、町田市の地理的な中央部に位置する。交渉は、校訓である、高市、敬愛、共同、国旗四つを示すように、欅ヤは四枚で示されている。また校訓は、 高架にも使用されている。山崎町にあるが、学校の正式名称は山崎であり濁らない。なお、最寄りのバス停の一つ、山崎高校入り口は山崎高校入り口とアナウンスされる。設立当初は、いわゆる、寄進学校における生徒の無気力状態打破を掲げ、体育祭と文化祭を土日に同時開催、 イベントをできるだけ省略という風潮に抗うがごとく、行事をモチベーション強化に活用。体育祭では、誕生月で春夏秋冬と4チームに分け、その各に応援団を据えて、積極的に支援し、文化祭では模擬券審査、バンド審査などのではなく、結果を求める姿勢を貫いた。その取り組みは、生徒の活気と近隣の受験生の人気を呼び、 開校から数年間にわたって、中位以下の偏差値高校内において、講師願倍率を維持した。この取り組みは、行事の山高として、教育関係者の注目を浴びた。町田市中央地域の高校としての側面が強い。近年では、キャリア教育や体験学習に力を入れており、進学多様校として様々な取り組みがなされている。ありがとうございます。